獲物語和芸第2部序つれづれ正近。さて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 、関南新区を乗り越えてついに再び和芸第2部がスタートでございます。ご記憶の方も多いと思いますが、第1部で東京の危機を救った頼神目付村尾正近、今東京での役目を解かれ京都に帰っております。あの九尾の火付け騒動から数ヶ月、時は大正4年の夏、京都。今朝は暑うてかないまへん。一人ごちたのは村尾正近でございます。容姿端麗、眉目清秀、部頭脳明晰、しかし政治や権力に興味なく、できたら静かに暮らしたいという性格ゆえに、あらゆる官職の誘いを断り、ただ一つ御所からの要望ということで式部書院職だけは受けました。頼神目付はその式部書院職の一つであります。京都では毎日が暇でよろしおす。さて川床へ行ってみましょうか。川床または納涼床と申しますのは、川の近くに宴席を設け涼みながら料理を食する京都夏の風物。さて京都御所から北、鞍馬山のふもとに上賀茂神社の所有する広大な森があります。その森の奥、どんつきが村尾正近の住まい。そもそも上賀茂神社は御所の守護神社であり、別名を鴨分家雷神社。村尾家は代々鴨氏につながり、神事を司る一族でございます。ほんまに暑おすな。この日は早朝から気温が上がり風もない。暑さが苦手な村尾は昼近くに屋敷を出て鞍馬街道を歩きます。二軒茶屋で団子を一口食べると、鞍馬川を越え、さらに進み山道に入りますと、鞍馬川のせせらぎを右手に、二の瀬を越えると鞍馬川は左手に変わり、地蔵をちらりと見て一の鳥居を過ぎると左に貴船口。ここまで登りますと暑さも和らぎ、風は涼しく、体にたまった熱はだいぶ収まってまいります。ここからは鬱蒼とした竹林の小道、見上げると日差しは竹の枝が遮り、一面緑の絵の具をまき散らした様。村尾は小道をずんずん進み、貴船神社の手前、小川を背に店を構え、貴船姫ボタルののれんをくぐった。馴染みの店なのでしょう。声もかけず座敷をずんずん突っ切りますと、広い庭先に出まして、川の上にしつらえた座敷に座る。お越しやす、正近はん、えらいご無沙汰で。姫ボタルのおかみ、年は40に手が届くということだが若い。山の空気と鮮烈な水が若さの秘訣なのだろうか。おかみが柔らかい笑みを浮かべ村尾を見つめた。村尾はそっぽを向いて、ここは涼しいでよろしおす。貴船は夏でも寒い日もありますさかい、どうぞ冷たいお茶でも。おお気に。と村尾が川の水で入れた茶で乾いた喉を潤した。とその時、一点にわかに黒雲が湧き上がり、ピカッと光った。中へお入りやす、危のうございます。私は雷の狼に守られてますさかい。村尾は涼しい顔で空を見上げていたが、何かただならぬ胸騒ぎを感じて眉を潜めた。
嫌な雲行きどす。にわか雲どすね。村をそれ以上は何も言わず、川のせせらぎと涼しい風を受けて料理を楽しみまして、日の暮れる前に店を出ます。近いうちにまたお越しやす。ええとこどすな、ここは。おかみは村尾がしばらく来れないから糸まごいに来たのだと感じ、ここはいつでも村尾様をお待ちしております。おおきに。京都の夏は夕刻になっても暑さが引かない。村尾は屋敷に戻ると水を浴びて丈夫に着替え、庭先の縁側に出ました。先ほどつけたばかりの蚊取り線香の火が薄暮れに小さく灯っております。村尾は縁側に座り、右手の内輪で寄ってくる虫を払いながら、先刻届いた池田伯爵からの手紙を膝に広げます。やっぱり東京に来いいうことですか。貴族院議員池田義弘は村尾の母の兄、つまり村尾にとって叔父にあたります。鳥羽伏見の戦いで薩摩藩鉄砲隊隊長を務めた池田あたるの長男で、明治政府では後年に殖産都市開発に才を発揮し要職を歴任、大正元年に伯爵となった人物。慣れ親しんだ京都の暮らしが近頃退屈に感じるわ。東京の空気に毒されたんやろか。村尾は庭先の虫に聞いた。もちろん返事をするわけもない。心根をとろし、もう一人の自分に問いかけている。一人暮らしにはよくあることだった。ちょっと小腹が空きました。縁側から座敷を抜けると土間が台所、煮炊きに必要なかまどが二つ、火は入っていない。平台におひつが乗っている。布巾をかけた蓋を取ると昨日の飯が少々残っていた。その匂いを嗅いで、大丈夫？飯を茶碗に盛って井戸から汲んだ水を柄杓で半分かけます。菜はすぐきの漬物、これを炊飯という。村尾はこの炊飯が好物だった。立ったままサラサラっと口に入れる。うん。村尾の箸が止まる。味がと醤油をかけ、再び箸を動かす。うまい。食べ終えた村尾が苦笑いを浮かべ、東京で初めてあんかけそばを食べた時はこの世の食べ物やとは思えまへんでした。そやけど今はあの濃い醤油味が妙に懐かしおす。村尾は再び縁側に戻ると池田の手紙を読み直した。そうどすか。お前の後任頼神目付、水村氏がどうしようもない慶長不白高原霊食。これは手厳しおすな。せやけどご自分で選んで任命されたはず。何何？きっとお前のことを自分が選んだ人間をこき下ろすとは見識を疑いますねとつぶやいておるだろう。お、その通りどす。だが私はお前のことを思い京都に返してやったのだ。本来ならもっと東京に置きたかった。だから再び東京頼神目付を任命する。帰ってこい池田義弘。自分勝手を。村尾は苦笑い。あ、ですがすでに心は決まっております。翌日上賀茂神社社務所を訪れて電話を借りる。交換を通し池田の家につないでもらう。無論電話賃は池田持ちにすることを伝えた。もしもし池田だが。正近どす。おお正近、どうだ、いつこっちに来る。おじさん、これはただの呼び出しやおまへんな。どういうことかな。
よりがみ目付にした水村実篤は確か寛永寺の式部書院にいたお方。そうだ、おじさんのお眼鏡にかなうというんはそれ相当に力のあるお方なんどすな。あの手紙に書かれた罵詈雑言は私を引っ張るための方便。もしや水村様に何かありましたか？逃げたんじゃ。実は新しい寄り紙が見つかってな、そいつにいじめられてご辞退申し上げると一筆残して消えたんじゃ。新しい寄り紙どすか？いつ来る？では明日の汽車に乗ります。おお、そうか、待っているぞ。まさちか、東京行き中東つばめ、発車時刻が5分遅れています。ご遺憾のところ申し訳ございません。間に合った、よかった。と一等席にどっかと座った村尾。昼飯を買い忘れた。しもた、もう遅いか。お弁当、おぶはいかがどすか？村を慌てて窓を開けて。弁当とおぶをください。ええ、上等弁当とおぶで42銭どす。釣りはよろしわ。と50銭を渡す。お気に。窓を開けたまま風を受け、膝の上で弁当の包みを開ける。握り飯が2つ、すぐきとみぶなのお漬物。これのどこが上等弁当なんや。その時通りかかった車掌が覗き込み。不思議でしょ、どこが上等弁当だって思いますよね。顔を上げてうなずく村尾。そうどすな。25銭の普通弁当は塩むすび2個、海苔も使っていませんし具もなし。漬物はたくあん1切れ。なるほど。切符を拝見。あ、はい。車掌が切符にハサミを入れ、ありがとうございますと返した。一等車はガラガラだった。村尾は窓の外を見た。東京まで10時間。歩きで東海道を往来してた時代は14日。時代の進歩というのは時に恐ろしいもんどすな。その速さに果たして人間の気持ちがついていけるもんなんやろか。村尾は遠のく景色を見つめ、再び赴く東京という時代の変わりゆくスピードの速さに飲み込まれていく自分を思っていた。我、何時の行いを知る。何時は冷ややかにもあらず、暑きにもあらず。我は何時がむしろ冷ややかならんか、暑からんかを願う。黙白く。村尾正親の気持ちを乗せて走る汽車は東京へ向け爆走して行きます。さて、絵物語和芸、本日より第2部の幕が開きましたところで、ちょうどお時間になりました。声の出演、村尾正親、三木真一郎、池田伯爵、李富仁、ほか桐村真理、好み真子、安西龍太、小柳元井、そして語りは一流祭定吉でお送りいたしました。